井上は左をバンバン当てることができました。構えを変えサウスポーからも左ストレートを打ちました。3ラウンドでダブルレフトフックでリカルドを倒しました。フックと変えてるんですかね。立ち上がったリカルドを下がらせて一発強烈な左フックでまたダウンしました。リカルド今回は立つことができなかったです。井上尚弥の KO 勝利になりました。井上尚弥さすが世界チャンピオン、右だけではなく左も怖いですね。これで井上尚弥の戦績が13戦 11KO まで進みました。これはやっぱり打つタイミング